皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もゾンビ探しで遊んでいきます。さあ今回がラストランっていうんですかねなりますね。さあ銀行から行きましょう。わっ、もうゾンビっぽい方がジェイソンさんですかね。どこでしょう。すごいですね、銀行強盗されてるんですかね。数が多すぎませんか。すごい一定間隔で並んでますけど、あ、いましたね。また隠れてますね。主人公ちゃん隠れるの大好きですからね、ゾンビちゃん。ゾンビじゃなくて、ジェイソン VS ゾンビみたいな感じになってますけど。いやー、ホラー映画怖いから見ないですね。プレデター VS なんとかもありますよね。さあ、ここでしょう。OK です。さあ、では研究所ですね。これもさ、ゾンビちゃんが生まれた場所ですか。ああ、上に隠れてる方いらっしゃいますけど、違いますか。お、白衣着てますね、ゾンビちゃん。珍しい。じゃあ逆に白衣咲かせば、簡単じゃないですか、これは。と言いつつ、まだ見つけられておりませんが。ああ、研究してる。多分この子です。どっち？一番下の方ですかね。あ、左、あ、そう、顔もですね。大切。似てる方多いですね。この子でしょ、多分。OK です。いや、これだけ遊んでるとあれですね。ゾンビちゃん、違いがわかりますね、顔の。合格客船行きましょう。まず T シャツの色を確認して。あ、いましたね。さあ、私は見つけました。泳いではないですけど、その近くですかね。わ、釣りされてますね。これ川ですかね。海ですよね、多分。浮き輪で泳んでますね。ダイバーさんもいらっしゃる。あ、また左上にワンちゃんがいらっしゃる。さあ、正解はここですね。 T シャツも見えてるから間違いないでしょう。 OK です。さあ、では次、植物園ですね。名残惜しいですね。あと2ステージですか。上の方から探しましょう。ジャングルですね。植物園とか最近行ってないからですね。どんな感じになってるんですかね。動物園も行ってないですね。あ、いらっしゃった。まだ小さいとこにいらっしゃいますね。はまっちゃったんですかね。隠れてるんですね、やっぱり多分。ゾンビ感染が進むまでまだ外に、みんなの前に出られないよみたいな、そんな感じですか。さあ、ここの右側の下のヤシの木風の木の下ですか。ここですね、いらっしゃいました。正解と。さあ、では行きましょう。ラスト、最終ステージ。どの格好ですかね。あー、このシャツですか。人が多いですね。これも無理やり詰め込みました感がすごいですけど。さあ、これ見つけられますかみたいな感じですね。なるほど、この挑戦状みたいな。まあでも数々のステージをクリアしてきましたからね、一人一人見ていけば。あー、いましたね見つけました。あー、似た方も多いからちょっと見失い、あれ？あ、似てるだけ違うってことですか。真ん中の右側の子かと思ったんですけど、この子じゃないってことですか。髪型が若干違いますね。この子？あ、でも髪型違いますね。あー、やっぱ違いますか。さあ、では今度上から探していきますか。さっき下から見ていったので、ちょっと時間が足りないです。さすがに。この子かなと思うんですけど、この子ですかね。あ、ちょっとずれてる。この子？あ、違う。よし、完璧に見つけました。今間違った時にもう、あれですね。多分この子です。シャツも合ってる。緑色ですからね、最初は一人だけ。下の方から緑色になってる方多いですね。上は大丈夫。まあ逆にあれですよね。すぐ近くの人が緑色になったら、それだけで
どこの近くにいるか分かっちゃいますからね。さあではラストフィナーレいきましょう。この子ですね。正解。さあそれでは、全ステージですね、クリアしました。ありがとうございます。いやー面白かったですね。なんかまた新しく似たようなゲームで遊びたいなと思ったんですけど、皆さんもぜひよかったらですね遊んでみてください。次回もしかしたらこのおまけですかね、私全然撮ってなかったんですけど、おまけだけどこにあるかお写しするだけのつなぎ合わせた動画ですねお出しするかもしれませんので、その時はぜひですねご覧くださいませ。ではご視聴ですねありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。